魔物って言っても全然大したことないわね。ちょっと待ってくださいよ。ニケ、そんなんじゃ報酬を分けてあげられないわよ。お主は少し張り切りすぎじゃ。これで終わりでもなかろう。力を温存しておかねば分けてしまうぞ。心配はいらないわ。こいつを見てよ。先頭に立って一番頑張ってるのにまだまだ元気いっぱいじゃない。この中で唯一の男だからと理由をつけて尻を叩き先陣を切らせたのはお主じゃろうが。か弱い女の子を危険な目に遭わせるのは良くないじゃない。それには同意じゃな。わしのようなか弱い幻獣は守らなければな。あのこの魔物きっと巣があると思うんです。そこを潰せば疲れる前に終わるのではないでしょうか。いいこと言うわね。今のでニケの分け前が少し増えたわ。なんでお主が分配権を持っておるのじゃ。魔物退治の依頼を引き受けたのは私よ。当然じゃない。ま、わしは金に興味などない。好きにすればよかろう。そうさせてもらうわ。ニケの言う通り、巣を探して潰しましょう。